こんにちは。あら、どうしたの？ここで働きたいの？私、ここで働きたいんです。あら、本当？ちょうどよかったわ。今日は忙しくてね。そんなんでいいんだ。猫の手を借りたいって思ってたところなのよ。それじゃ、着替えていらっしゃい。 お洋服は貸してあげるから。おお。ハゲばっかりだ。あら、似合うじゃない。かわいいわよ。お。そうだ。源氏のを決めないといけないわね。うん、じゃあ、マコにしましょう。なんで？あなたにぴったりの名前だわ。それじゃあ、マコちゃん、あの奥の席のお客さんについてちょうだい。よし、怒らせるぞ。だから粗相のないように。どうした？おほほ、これはまたういういしい子が来たね。君、名前は？お、あなたに教える名前なんてないわ。な、何？あなたに教える名前なんてないわ。な、何？あなたに教える名前なんてないわ。な、何？もう一回。あなたに教える名前なんてないわ。な、何？ダメか。はじめまして、マコです。なんだこいつ。おほほ、マコちゃんか。かわいいね。そうか、まだ慣れていないんだね。マコちゃん、何か飲むかね。それじゃあ、あなたの施しなんて受けないわ。な、何？そうかね。おう、まあ別に構わないが。桜子のお母さんは暗くてよくわからないわ。ん？何をキョロキョロしとるんだね。桜子のお母さんは暗くて。ん？何をキョロキョロしとるんだね。お客の何を褒めよう。あの、お客様って本当は社長なんて。いえ、何でもありません。ん？何を恥ずかしがっているのかな。お客様、君の瞳に吸い込まれそうだよ。ブハ。あれ、進まねえな。お客の何を褒めよう。お客様、とっても。うん。お客様、とっても普通ですね。マコちゃん、そう改まって言わないでよ。まるで普通じゃないみたいじゃないか。桜子の暗くてよ。ん？何をキョロキョロしとるんだね。難しいな。お客さん。そんなに。お客の何を褒めよう。お客様ってとっても。お客様ってとっても心の広い大きな人ですね。普通に褒めないとダメか。そうかい。あれ、よく言われるんだよ。むずい。お客の何を褒めよう。お客様のお洋服とっても。お客様のお洋服とっても。ありがとう、まこちゃん。お世辞。お客の何を褒めよう。あ、色がついてるからこれ全部やんのか。とっても。お客様とっても。
物はいいようだな。お客の何を褒めよう。あのお客様って大物政治家の方なんですよね。いやいや、わしはそういう柄じゃないよ。お、来た。あの、この女の人を知りませんか？どれどれ？どこかで見たよな。おい、ママ。はーい。この女の子、どこかで見たことはないかね？ああ、きっとルミちゃんですよ。そうか、そうか。ルミちゃん、はーい。ほら、このお写真、あなたでしょ？私の写真、どうして？若いな。この新人の子が持ってたのよ。ルミちゃんの知り合いなんでしょ？まさかあなた、こんなところまで。あ、ルミちゃん、どこへ行くの？おやおや、ルミちゃん、どうしたのかね？なんだあいつ。これ、待てこれ。あれ。あ、宝箱。ヒーロー手帳。どこ行きやがったの？車。あれ？お、何してんの？あなたたちの目的は何なんです？私たち家族が何をしたって言うんですか？私はただあなたに一目惚れしただけです。え、そんなこと言われても。実は私には夫も子供もいるんです。それでも構わないわ。好きなの。気持ちはありがたいんですが。ありがたいんだ。困ります。それでも構わないわ。好きなの。気持ちはありがたいんですが、困ります。桜子にお母さんを探すよう頼まれたんです。え、桜子に？あの子は無事なんですか？というわけなんです。はい。そんなことが。あなたには随分迷惑をかけてしまいましたね。でもどうして桜子は待ち合わせ場所に来なかったんでしょう。手紙を何通も出したのに返事をくれないし。あ、そうだ、ちょっと待っててください。これを桜子に渡してください。はい。私とデートしてくれたら渡してあげる。え、デート？いいわよ。いいんだ。今度一緒にご飯でも食べに行きましょう。じゃあお願いね。ああ。Thank you. 私はこの店にいますから、桜子から返事をもらったら持ってきてください。うん。ところで、あなた桜子の同級生なんでしょ？まだ未成年でしょ？こんなところで働いちゃダメよ。はい。ここから帰った方がいいわ。ママには私からうまく言っておきます。はい。それじゃあお願いね。はあ、うっし、見つけたよ。はい、チャリどうやって降りんだ。チャリの降り方がわからん。へえ、参ったな。降りれた。おい。あ、どう？お母さんは見つかった？
過去のお母さんは。え、お母さんがどうしたの？いかがわしい店で働いていたわよ。え、そうなんだ。でもお母さんが見つかったなら、あ、いいんだ、よかったわ。それでお母さん何か言ってた？これを預かってきたわ。お、桜子帰ったぞ。お、あ、お父さん見て、お母さんから手紙が、うん、彼女が届けてくれたの。何？美佐子から手紙だと？ん？あんな女からの手紙など破り捨ててやる。なんだこいつ。やめて、お父さん。あれ、死んだ。お父さん、お父さん。なんだ。私、お父さんについて手玉町の総合病院に行くから。ユータはおばさんの家に行ってるの。迎えに行って病院まで連れてきて。手玉町だからね。うん。はあ。